効果言語カードの、あ、皆さん、主人で、はい、皆さん、今回の動画では、韓国の、アミが泣いたテテの練習生の時の辛い話と、アレムが話した、ファンの皆さんへの思い、そういう話について、皆さんにお伝えしたいと思いますけど、とりあえず、皆さん、ジョングクの動画は見ましたか？とりあえず、その動画から見てきてくださったら、もっと嬉しいと思います。皆さん、私はこの韓国番組に出演したバンタンの話を、ただ、動画で見せない理由がですね、字幕をつけて見せたらそれが一番簡単じゃないですか。でも私が一つ一つ説明したい理由は、単純に通訳とか翻訳したら、それではなかなかできない、伝えることができないことがいっぱいありますので、なぜなら皆さんは日本の方で、バンタンは韓国人で韓国語を使うんじゃないですか。だから、単純に通訳で伝えるのは限界があると個人的には思いますね。だから、詳しい説明もなく、ただのテロップで、ただの字幕で伝えるにはやっぱりなんか限界がありすぎて、ああこういうのも伝えたいのにっていうのがもう多すぎてですね、こういう感じで私が一つ一つ説明することになりますけど、もちろん私の日本語も完璧じゃないですし、私の日本語は完璧だとしても 100% 伝えるのは多分無理があるとは思いますけど、できればできる範囲の中では皆さんに、日本のアーミーの皆さんにも、メンバーたちが伝えたかったそういうメッセージを一番近く皆さんにも伝えたいなと思いますし、そうするためにはバンタンが話したことの中にある彼らの思い、経験などが入ってるんじゃないですか。そういう細かいところをキャッチすることができると思って、私が韓国人としてそれはキャッチするのは多分皆さんよりは多分できるんじゃないかなと思いますし、もちろん日本語はそこまで上手ではないですけど、できる範囲の中で皆さんにお伝えしたいと思いまして動画を撮ってるってことですよ。それで今回の動画ではテテとアレムのインタビューの話をしていきたいと思います。他のメンバーはまた次の動画でする予定ですので、ぜひチャンネル登録して、私のプレイリストに BTS っていうプレイリストがありますので、そこでもっと色々なバンタンの動画を見てくださいね。とにかくユジェソさんが二人に第一印象はどうでしたかっていう質問をしましたね。だからアレムが話したテテの第一印象は、なんか最初に坊主の姿で出てきて、なんかこういう感じで事務所、って感じで見ることを見たら自信もちゃんとあって、そして自分の意見をはっきり言うタイプで、なんだか、人のことをあんまり聞かない。人の言葉はあんまり聞かない子のように見えたって言いましたね。それがめちゃ面白かったですし、実際に今もアレムはなんか事務所とメンバーの間で中立的ななんか立場じゃないですか。メンバーと事務所とのこういういろいろな意見とかをですね。その間でいつもテテに何かを言ったらテテはなんでっていう感じで反応が多いらしいですよ。だから第一印象とそこまで変わらないっていうのがありますね。そしてテテが話すアレームの第一印象は、お、なんかすごくソウルの人っぽいっていう感想があったらしいですよ。初めて会った時。でも実際にアレームもソウル出身ではないですね。ソウルの近くのイルサンっていうところの出身ですけど、まあまあなんかテテから見たらイルサンもソウルもソウルですので、その時期のテテですね。テテは地方からこうソウルにこう来たわけですので、はい、それがすごく可愛かったですね。そして練習生の時がどんな環境になんかメンバーがいたのかをちょっとだけ話しましたけど、なんか服とかも普通にメンバー同士こうシェアしてきたりとかですね、やっぱりお金もないですし、だからなんかシェアしてきたり、そしてなんかトイレも一個しかなかったらしいですよ。だからトイレもなんか普通になんか外のトイレ使ったり、汚い外のトイレもなんか使う場合も多かったようですよね。だからちょっとだけ想像してみても本当に大変だったんだろうなって思うしかないですね。本当に男がいっぱいいる部屋でトイレも一個しかないですし、そして10代の時はいろいろ自分のプライベートが欲しい年じゃないですか、もっと。だから、もうそういう時期にいろいろ喧嘩もしたりですね、それがすごく自然なことじゃないかなと個人的には思いましたし、だからそういう大変な状況の中で一生懸命に練習してきたバンタンがいるからこそ今のバンタンがいますよね、やっぱり。そしてアレムさんが練習生の時に J-Hope さんと一緒になんかコンビニに行って、その日がなんか曇ったらしいですよ。曇りの天気だったらしいですけど、二人でこう座って、コンビニで座って、カップ麺食べながら、あ、この天気が、なんか、僕たちの、なんか、うちらの、
未来のようになんか先が見えないねっていう話もするぐらい、本当になんかやっぱり辛かったようですよね。なんかいつデビューするかもわからないですし、デビューができるのかもわからないですし、だからそういう状況の中で頑張るしかない状況でしたので、本当に大変だったっていう話もしましたね。テテはなんか一番辛かったのはなんか両親と会えなかったのが辛かったようですよ。テテの場合はソウルから本当に遠いところに実家がありますので、本当に両親と会えないことが本当に辛かったとそう言いましたね。だから自分のことを会いに来てくださるお父さんとお母さんが本当に30分ぐらいしか会えないのにも、そんな遠いところから自分を会うために来ることが本当になんだかすごく悲しかったですし、いつもなんかそういう両親に申し訳なかったと言いましたね。そしていつも両親が来るたびにバナナ牛乳とかパンとかいろいろ買ってきてくださって、それをメンバーたちと一緒に食べながらですね。だから両親はご飯食べる時間もないと思うが、ご飯はちゃんと食べてねっていう話をいつもしてくれましたと。はい。そしてテテの場合はお父さんのこと大好きなこと、多分アーミの皆さんは知ってると思いますけど、テテってお父さんのことすごく好きなんですね。それが分かりましたね、この番組を見て。なんかお父さんが練習生の時、週末になったらいつも来てくださったようですよ。それでお父さんと時間を過ごしてまたバイバイする時間になったら、それが本当に悲しかったと言いました、このインタビューで。それでその時期はそれが本当に本当に悲しくて泣いたりもしましたし、いつもお父さんとお母さんが会いたかったですし、だってテテもその時期に本当に若かったんじゃないですか、学生じゃないですか。なのに本当に地方からいきなりソウルに取りできて、どんだけ辛かったのかは、大変だったのか怖かったのか、それが伝わりますね。それでテテがある日は本当にこの練習生の生活がもう辛すぎて、大変すぎて、疲れすぎて、なんか泣きながら電話をしたことがあるようですよ、お父さんにですね。その時にお父さんが話してくれた言葉がテテにとっては一生忘れられないと言いましたね。その言葉が、テヤン、君が本当に大変だったらいつでも辞めてもいいよって言ってくださったらしいですね、お父さんが。それを聞いたテテはちょっと言葉を失ったっていうか、何もなんか話せる言葉がなかったって言いましたね。ただ自分がそういう言葉をお父さんに出したことが恥ずかしくなりましたって言いました。そしてお父さんがいつでも辞めてもいいよっていう、そういう風に言ってくださったのが自分にとっては本当に大きい感動でしたと言いましたね。だから今もテテは自分が性格とかお父さんに似たい、だから似てるけど、お父さんと今も十分似てるけど、もっともっとお父さんと似ていきたいって話しました、この番組で。ただ夢がお父さんですって言いましたね。だからお父さんになることじゃなくて、テテのお父さんが夢ですよ、このお父さんですね。お父さんのような人になること。だからこれって本当にお父さんが聞いたら本当に嬉しいんじゃないかなと思いますし、それぐらいお父さんがテテに与えたそういう影響力っていうか、いい影響力ですね。だからそういうのがあるからこそ、今になってもテテがそう思ってるんじゃないかなと思いますね。とにかく今はテテがたまに実家に戻ったら、お父さんがちょっとこういう感じで気をつけながらテテにこう話すらしいです。テテよん、お父さんの友達の娘が君のファンだってって感じで、いきなりテーブルを持ってきて、ここにサインちょっとしてくれるみたいな感じでいつも言うらしいですよ。それを聞いてもうみんな爆笑しました。だからこういう話聞いたら本当になんかバンタンが、そしてテテがこういう感じで成功して本当に良かったなと思いますよ、勝手にですね。私は全然何も関係がないですのに、こういう話を聞いたら自分が嬉しくなりますね。とにかくその後 M 氏が今テテとアレムにとって今の悩みは何ですかっていう質問をしましたけど、アレムの話が結構意味が深かったですよ。意味深い話。私は本当にいつも思うのが、アレムがリーダーでいてくれて、バンタンっていうチームはもっと強いんじゃないかなっていうのをいつも感じますけど、
はい、とにかく RM がどういう話をしたかと言ったら、今まで自分たちが、ワンタンのメンバーたちが構築してきた大きい元っていうか、こういう元があるんじゃないですか。こういう元がなくなってる気分がしますよって言いましたね。これがなんでかって言ったら、最近567のせいでアーミーの皆さんと会えないんじゃないですか。だから元々はアーミーと BTS が一緒に構築してきた道なのに、最近はそういうなんかアーミーの皆さんと会えないから、自分たちがただ作っていく、これこういう仕事はですね、正しいのか、こんな感じで仕事をしてもいいのか、自分たちの中でちょっとそれが悩みらしいですよ。だから簡単に言ったら、 BTS っていうストーリーを作っていくのはメンバーたち同士作っていくことじゃなくて、アーミーと BTS が作っていくストーリーが BTS ってことですね。そして RM がデビューの前から今までずっとメンバーに言うことがあるらしいですけど、俺たちなんもないじゃん、だから俺たちなんもないのに、こう見に来てくださるファンの皆さんのために最善を尽くして全部見せて来ようって感じでいつも言うらしいですよ、ライブの前とかですね。だからそういう感じで、そういう気持ちで今までなんか歩いてきたチームなのに、だから自分たちが死ぬほど練習して、そういう結果をアミの皆さんに見せる時が一番幸せな、あの BTS なのに、それを見せるなんか相手と会えない今の状況がすごく辛いってことですね。だから今ももちろん最善を尽くしながら活動はしてますけど、本当にこのままでいいのか、そしてこれが本当に最善なのか、そこに対して疑問がたまにあるらしいですね。なんか RM はなんかコンサートとかライブでもいつも言うけど、皆さんのおかげで私たちはここまで生きてこられたって言いますよね。そしてこれを聞いたテテの場合は、自分は本当にただ一つだけしたいことがあるって言いましたね。それはバンタンがスタジアムツアーでいろいろな国に行って、いつもどの国に行っても最後のエンディングソングはソージュっていう歌でしたようですね。私はそこまで知らなかったですよ。だから自分が今本当に欲しいのは、その曲をたった一回でもいいからアーミーの皆さんの前でその曲を一緒に歌うことだと言いましたね。だからアーミーの皆さんの前で楽しく公演したりライブをするのが本当に今のところで一番夢みたいな話だと、言いましたね、とにかくこの二人がアーミーの皆さんに伝えたかったメッセージっていうのは、アーミーの皆さんがいるからこそ自分たちがいるってこと、それが悲しかったですし、そういう存在と会えない今の状況がすごく辛いってこと、これが伝えたかったんじゃないかな。だから早く、一日でも早く皆さんと会いたいってことが伝えたかったと思いますよ。はい、とにかく次の動画では他のメンバーのインタビューも私が話しますので、その時は私がもっと日本語の勉強して、もっとこうちゃんと出るようにですね、本当にテテとRMのファンの皆さんにはこれしかできなくてすみませんが、ちょっとでも伝わったら嬉しいです。ってことで。